マジして特大寺、特大寺、あれ特大寺、いやいやいや、撮ってんの今日はお買い物ですか、ね、そうそう、おう、あの手入れ道具なくなったから、はい、切らしたからちょっと買いに来た、グラブ手入れ、そう、今日はこれあれですね、うん、スポーツジュエンスさん、そう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 、最近新しいなんか手入れ道具とかあるんですかね、なんかね店見に行くと結構あるある、だから興味はあるんだよね、はい、どんなんなのかなみたいな、うん、この辺は水のプロはね、この辺はすっげえあれだよ、あの高校の時使った水プロ、うん、これとか最高級使った、なんか決め手となるものとか正直ね分からん使ってみた、あ、まあでも僕はやっぱあれでしたけどね、あの畠山の、ああ結構あれだろ、あの缶みたいなやつ、はい、うちの選手も何人か使ってる、あそう、確かあのゾエとかもね、あマジか、ないか、ないけど、なくなっちゃった、なんかこんな感じのやつだよね、そうそうそう、なんかこれどこのメーカーのやつ、これかわいらしいなこれめっちゃパステルな、めっちゃパステルだよね、グラブの眼光より落とす、落とす、おい分かりやすい弾丸コスメシリーズって書いてるめっちゃ分かりやすい、これでも聞いた、これ聞いたことない、ラナパーってさ、知らないけど、すごいツヤが出るとかさ、へ、物質的なことで、なんかハンドクリームみたいな、なんかねそんなんだって気がする、僕らもスタッフさん使ってます、あそうですか、はい、人気なんですか今、もう大人気で、へ、もともとはあのレーザー関係百貨店なんかで置いてあった商品なんですけども、はい、やっぱり野球のグラブにいいってことで、はい、もううちでは一番おすすめしてますこの商品、百貨店に置いてあったやつ長い、メーカーとして長いんですか、こちらドイツで生まれたっていう、ドイツ、はい、はい、へ、それはいいわ、絶対汚れ落とし、保護、ツヤ出し、もう全部、はい、すごい、はい、はい、謎のブランドラナパーホームページを調べてみると、1988年ドイツ南部の田舎町で生まれ、この町は日本と同じ四季があり、冬には豪雪地帯となるため、伝統衣装や大切な革製品を保護するためのメンテナンスが欠かせなかったらしい。そしてシンドラー一家という開発者により、人間や環境に害のないメンテナンス製品というコンセプトをもとに開発されました。現在世界35カ国以上で愛され、開発者の息子である後継者のフローリアン・シンドラーがその技術を引き継いでいるらしい。会いに行ってみたいもんだ。革の専門店によく置いてある商品ですね。はい。革の専門店に匹敵するジュエンさんっていうことですね。本当かな。もう。これ一個で全部済むってことなんですね。はい。いい楽っすね。そういうのがね。本当だね。ということでお買い上げ。このこうすごいいいグラデーションの中そうですここで何を、いやもうすぐやっぱ使いたいなと思って、はいはい、まずさっき買ったやつのうちの今日はラナッパー、おーラナッパー、ラナッパー、ね、どうですか、どうですか、ちっちゃ中身高級オイル、あ下にスポンジ入ってる、スポンジが、あこれ塗ればいいんですか、うん、スポンジが入ってる、あちょっと待って待って待って、はい、もうねグローブのねオイルじゃない名前が書いてある、何注意書きね、注意書きご注意って書いてあるの、ラナパお疲れ様前にんね、シャネルのキルティングは不向きですいやグル使いません、シャネルにグラブないですから使いません大丈夫、シャネルは塗ります、お願いします、グラブは、グラブはもう僕の相棒、あドナイヤ、ドナイヤ、はい、そう前回使って、ね、あそうか、あのお手入れできなかったから少し、はいはい、かさついてる感じがあるけど、ドームの時使ったやつですね、そう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 、これを早速、お香りはどうですか、ね、黄色っぽい色だね、あ確かに、うん、無味無臭ですか、無味無臭、いや身は分かんないよ確かにいやスポンジで、はい、4g ぐらいつけてるところ、どんな柔らかいんですか、あでもうん感じは柔らかい、スッと、うん、ついてるかついてるかちょっと分かんないぐらいのグラブの手入れ、なんか、うん、ルールとかあるんですか自分なりの、ああ分かんない、あのでもポッケから塗ってるいつも、補給面、うん補給面、ポッケからこうやって塗ってる、はい、あこれ待ってすんごい伸びるわ、すっごい伸びる、いい感じですか、いい感じ、あツヤも出る、ラナパいい感じだな、ラナパ、ラナパ
ラナパーですね。我々世代で言ったらラナパーです、ね、ちょっと汚れが落ちて黒っぽく見えるかな。なるほど、はいはいはい、少し黒っぽく、はいはい、でもあのベタつきなし。へー、全然。あのたまにパチに言うじゃん、あのまあ、ベトベトしてんだよってグローブ。あ、塗りすぎて。そうそう、まあ用法用量があるんだろうけど、これ多分塗りすぎない感じになるかもな。で最後に内側ね、こうウェブを塗って。でも、あ、でもすごいなんかツヤが、うん、ツヤ感あるよ。そういえば徳さん使ってるグラブって、うん、ほぼほぼ H ウェブですよね。そうだね、高校からずっとだわ。なんか理由あるんですか、たまたま。まあ最初はね、あの最初 H ウェブを選んだ時は、はい、あの好みというかさ、うん、まあ、かっこいいっていうやつだったんだけど、はいはい、ウェブ自体にそもそも種類がいっぱいあるじゃない、うん、やっぱりね特性があるのよ、うん、で俺が使ってる H ウェブっていうのは、はい、あの特にセカンドとかショートの人が多く使ってるんだけども、はいはい、革の部分面積が一番少ないので、おそらくウェブの中でも一番軽く、ポケットが浅めになりやすいため、握り替えを早くしたい選手が使いがちとのこと。クロスってあるじゃん、あの十字の、はいはい、クロスよくあるやつですね。そう、純が使ってるんだけど、はいはい、守備猿ね、うん、あれはあのグラブをベロンベロンに柔らかくして使いたい人向けなんだって。であと網網のメッシュみたいなやつ、はいはいはい、あれはもう完全に強い打球に、ま、負けないような、そういうのを好む人がいいらしいわ。へえ。あとこれを乾いた布でしごいていく。これがしごくという作業。そうですよ、これを乾いた布で。結構ガンガンやってていいんですか。俺はやってる、よりツヤが出るのよ。まあでもね、この間三浦さんも言ってましたけど、やっぱ道具は大事にしなきゃいけないって言いましたからね。そういうこと、そういうことよ。野球人である以上は、うん、自分のね道具は、うん、きちんと愛してあげると。相棒だからね、はい、うん、よし、これで、はい、俺の相棒は終わり。終了。 Z のやつね。確かにいっぱい持ってますからね、うん、そう、これも手入れしていくから。そう、うん、分かりました。もういいよ、帰って。え、いいんすか。いや帰りますよ、じゃあ。本当に帰るの。え、帰りますよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってって。おい、お前待てよ、おい待てって、待ってくれって。お前冬の皿、磨き続ける男とグラブ。チャンネル登録、コメントで当たる1月プレゼント企画。まずはウィルソンのオールラウンド用軟式グラブ、これ派手でかっこいいですよ。そしてアッパレグッズ全種類を1名様に。さらに Z さんに作っていただいた特産オーダーモデル、これも1つ追加でプレゼントいたします。すべての商品、1月末までのチャンネル登録、コメントが対象です。お待ちしております。